高山競馬場第11レースグレートフルステークス3歳以上3勝クラスのハンデ戦 2500m の競争です。西に傾いたオレンジ色の日差しを受けての各馬の枠入り、最後に16番のタガノフィナーレがゲートに近づいてゲートに収まりました。16頭ゲートに揃いました。スタートしました。ちょっとパラッとしたスタート、まず先行争いになっています。大外から16番タガノフィナーレ、内からは押して出ていく4番のディナースター、3コーナー回っていきます。3、4コーナー中間3番手14番のフォーリアリティが続いていきました。前の2頭が5馬身と突き放していきます。8番ダノンアレー、15番のロードトゥーフェイム、その後ろ4番手5番手マリノアズラ、シロニーが続いて1番ひしげっこう、その外にベローナシティで4コーナーカーブからスタンド前に出てきました。先行争いを制して16番タガノフィナーレ、内に寄せて2馬身とリードを取って坂を登ってきます。2番手4番ディナースタ、あとは依然5馬身の差があって14番フォーリアリティ、2馬身があってその後ろ8番ダノンガレー、15番のロードトゥーフェイム、3馬身開いて12番マリノアズラ、残り1周になります。5番のシロニーが追走で、あとは11番のベローナシティ中段に構えました。その後ろに一旦控えるシゲッコー、さらにその外からはシルブロンも続いていって1コーナー回っていきました。タガノフィラーレが引っ張ります。リードは2馬身、2番手4番ディナースタが続いて、さらに2馬身差14番フォーリアリティ、あとは2馬身差8番ダロンアレー、15番のロードトゥーフェイム、第2コーナーカーブ、5番のシドニーがいて12番マリノアズラ、動いていった3番森のカンナちゃん、動いていって先段を狙います。その後ろにベローナシティ、向こう上面に入って1番ひしげっこう、13番シルブロン、ここまでが集団2馬身差、コーストラインがいて外にホーオーエーデル、内2番のサトノラリウス、残り 1000m 切りました。2馬身から2馬身半後ろ、9番の大成シリウス、さらに3馬身があって10番のアイブランコが最後方、残り800を切って3コーナーのカーブ、さあ並んでいった森のカンナちゃん、内4番のディナースタに並びかけて3コーナー回っていきます。2馬身差単独3番手14番フォーリアリティ、残り600切って3コーナー回り終わりました。あとはマリノアズラ、ロードトゥーフェイム、その後ろから徐々に上がる11番ベローナシティ、4コーナーのカーブ、あとはシドニー、そしてシルブロンも差を詰めてきて4コーナーのカーブに入りました。シゲッコー、あるいはアイブランコ、フォーエーデル、4コーナーカーブ、残り400切って直線コースに入りました。さあ先頭粘れるか粘れるか、内いっぱいディナースタ、しかし外から一気にフォーリアリティ、さらにはベローナシティ、間からロードトゥーフェイム、そして13番のシルブロン、ベローナシティ、シルブロン、ベローナシティ、シルブロンがかわして、今度は先頭13番シルブロンかわして先頭でゴール、11番ベローナシティ2着、14番のフォーリアリティ3着、時計2分33秒8。まずまずの時計で、4コーナーでは先段を射程圏に入れた形のシルブロン、直線早めに動いたベローナシティとの競り合いを制しました。時計は2分33秒8、上がりゴールまでの 800m、48秒8。600m 36秒8でした。13番チルブロン、11番ベローナシティ、14番フォーリアリティ、あとは伸びかけた15番のロードトゥーフェイム、そして外に出して一旦下がったひしげっこうが最後差を詰めてきていました。真ん中は12番のマリノアズラ、これもじわじわ伸びてきています。13番チルブロン、鞍上クリストフルメール騎手、鮮やかに捉えました。食い下がった11番ベローナシティ、1馬身半ぐらい遅れての2着、あとは14番フォーリアリティ、これも先段にいました、これは先段にいましたが粘る形での3着でした。芝コース両馬場、時計が2分33秒8、クリストフルメール騎手騎乗シルブロン、 2500m グレートフルステークスを制しました。さあ明日のメインレース有馬記念、各ジョッキーどんなレースを思い浮かべているでしょうか。同じ 2500m で競われましたグレートフルステークス、